夢色パティシエールは、松本夏美による日本の漫画作品、および、その漫画作品を原作とした、テレビアニメである。公式での略称は、夢ハティ。リボンにて、2008年10月号から2011年7月号まで、連載された。また、リボン2012年5月号に、読み切り作品、夢色パティシエールマイナスアラカルトマイナスが掲載。 その後、リボン大蔵刊号に、掲載先を移籍して連載した。テレビアニメが2009年10月4日から2010年12月26日まで放送された。第56回小学館、漫画小児道無形文受賞作品。スイーツが大好きな中学生、甘根のいちごは、その味覚や感受性の鋭さを一流パティシエのアンリ・リューカスに買われて、 聖火専門学校の聖マリー学園へとスカウトされた。それまで自身には何の取り柄もないと思っていた天の一語だったが案理に認められたことで聖マリー学園に本校への編入を決めた。しかし天の一語に聖花の経験はほとんどなくその腕も未熟であった。聖マリー学園中等部2年への編入と他の生徒はすでに1年以上学園での実習を 積んでいたこともあり、周囲との成果の技量の差は、歴然としていた。また、聖マリー学園に本校は、善良性であるために彼女はホームシックにも陥った。それでもパティシエールになることを諦めなかった、天のいちごは、スイーツ精霊のバニラと出会い、パートナーとなった。その後も、経験不足などから来る、様々な失敗を経験しつつも、天のいちごは、 持ち前の味覚の鋭さなどを武器に、スイーツ精霊やスイーツ王子たちと共に成長を遂げていった。その中で、ケーキグランプリに出場して優勝すれば、パリへの留学が叶うため、高等部の強敵たちを相手に奮闘し、着実に実力を上げていくのだった。登場人物のネーミングはお菓子や調味料や味の名前から付けられている。声はアニメ版における担当声優。 中東部2年、中東部3年、中東部1年アニメにのみ、登場。チームレモンに所属するが、各々持っている素養、家柄などにおごっており、他者を見下し、陰銀無礼な態度を取る傾向にある。中東部高等部3年高等部1年高等部、中東部原作とアニメ両方に登場する人物はいない。パリ本校では生徒たちすべてに、スイーツ精霊がついている。 天野やカシナや安藤家全員、数に関わるネーミングを施されている。アラカルトのみの登場人物はいずれもアニメ未登場である。精霊界にあるスイーツ王国の宮廷パティシエになるために人間界へ修行にやってきている精霊。ある程度の年齢まで成長すると背中に羽が生え、飛行が可能になる。また、羽は収納可能で、その状態で飛行することも可能。 スイーツ精霊に選ばれてついた人間のみが見ることができる。原作では主に小柄な体格でスイーツを作る技術に長けた卵から生まれるスイーツ精霊族と人間と同じ体格で人間界では人間の姿になれる王族によって構成されている。アニメではモンキーのような獣人タイプの種族も存在した。魔法アイテムである金のスプーンや フォークなどでスイーツを美味しく仕上げ、飾り付けを華やかに演出したりするスイーツマジックを使える。スイーツ以外にも、店やコスチュームのデザインを変えることや人間を精霊と同じサイズに変えることなどが可能だが、スイーツ王国以外の場所へのワープや特殊な魔法は使えないなど、使用目的が限られている。なお、原作では人間でも魔法アイテムを使えば、 スイーツマジックを使用できたり、魔法アイテムが故障して魔法が暴発すると持ち主の精霊が人間大の大きさになるなどの描写があった。また、精霊界と通信可能な魔法アイテムは、電波状況が悪いと通信不可能となる。原作の終盤では全員スイーツ王国に強制送還させられたが、再結成されたチーム1号の尽力で再び、日本に派遣された。 チーム1号の精霊チーム天王寺の精霊チーム、夏木の精霊チームリカルドの精霊その他のチーム、個人パートナーの精霊ジャーク団、スイーツ王国関係者宮廷関係者宮廷、関係者スイーツ王国の住人2008年、コナミとのタイアップ企画第1弾が、スイーツデコカードというトレーディングカードの一種である、ことが、リボン2008年11月号で発表され、 同年11月27日に、夢色パティシエールマイスイーツカードとして発売が開始された。2009年4月7日から6月30日まで、毎週火曜日に、テレビ、東京系列及び、関西地方の独立 UHF 局の一部で放送されている、おはスタのスーパーライブのコーナーで本作の連動企画が放送され、CG アニメのイチゴとバニラが登場した。 本作初のアニメ映像化である。2009年10月には、テレビアニメ化を記念し、パティスリー・サダハル・アオキ・パリー・セタン・新宿店とコラボレート。オーナーシェフである、アオキ・テージが、テレビアニメで監修を務めたことによるものであり、コラボレーションケーキが販売された。読売テレビのアニメ第10話から第22話まで、スポンサーの一つで、江崎グリコの子会社である、 グリコ乳業が発売するプッチンプリンとアニメーションがコラボレーションした CM が番組内で放送されていた。2010年5月7日から27日まで日本マクドナルドが販売するハッピーセットにオリジナルのマイスイーツカードが付属した。同商品の CM にはマクドナルドの制服を着たイチゴとバニラが登場した。 テレビアニメが2009年10月4日から2010年9月26日まで読売テレビ制作日本テレビ系列で毎週日曜7時より放送された。2010年10月3日から12月26日までは第2期として夢色パティシエ LSP プロフェッショナルに開題されて放送された。なお、2010年1月3日は箱根駅伝中継放送のため 同年8月29日は24時間テレビ33放送のため、本番組は放送を休止した。その一方で2011年3月20日には、ベルゼバブ放送自粛と休止に伴う代替番組として、本作の第2話の再放送が行われた。社団法人日本洋菓子協会連合会と現役のパティシエである青木定治の協力を得ている。 アニメオリジナルのキャラクターが多数登場したり、景気グランプリ戦において3回戦でのハロウィン祭が削除されるなどの原作からの変更点も多い。また、原作での失敗は、天の一語に集中していたが、アニメでは失敗する登場人物がある、程度分散された。テレビ未放送のエピソード、夢色パティシエールムネキュン、トロピカルアイランド。が2010年リボンナッツのイベント。 夏時リボンコパーティー55にて上映された。2021年8月、本作のテレビアニメの韓国版の主題歌に合わせたダンス動画が TikTok にて流行し、話題となった。各話タイトル冒頭のルセットはレシピを意味するフランス語。第1期、第2期小地区から発売。ありがとうございます。